こんにちは、谷さんです。今日は熊本の天草に来ています。天草はね、世界遺産もあって、で自然も豊か、海も綺麗、美味しいものもたくさんということで、今日今から1泊2日で楽しんでいきたいと思います。では行こう。はい、淡島神社に行きました。ここは日本で一番小さい鳥居があるらしいので、ちょっと見に行ってみましょうこれはでも本当にちっちゃいね。やば。これくぐるといいことがあるんやろ。看板あったもんね。通りました。おー、すごい。あ、すごいすごい。あ、できたできた。行きます。あ、無理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 。微妙にいけるんや。微妙に微妙に。あれ、これは抜けんくなるやつ。今日の運転手さんだ。だから、まっすぐ行くしかない。引っ張らないと。まっすぐ行くしかない。あ、もう抜けんよこれ。引っ張らない。無理無理。ちょっと引っ張って。引っ張ってやる。引っ張ってやる。あ、無理無理。あ、無理無理。やめときやめとき。お尻から入ったら。お尻から。お。熱い。おじいちゃん、おばあちゃん、あ、抜けません。おばあちゃん、無理無理。あ、いたいたいた。今の神社の人の話に聞いてみると、あの鳥居をねくぐれると、この神社が無病息災とか健康の神様らしいので、それが守られるらしい。まあ、私は通れなかったということは、健康に気をつけろということでしょう。痩せましょう。じゃあ次行きます。リゾラテラスに来ました。すごいなんか雰囲気もいい感じで、どんなものがあるかチェックしてみましょう。すごいおしゃれで美味しいお店でした。すごい綺麗だし、雰囲気もいいし、景色も最高です。すごい古くからの漁師町のような場所です。先津観光案内所、ここからね、まっすぐ行ったところに教会があります。行ってみましょう。世界遺産先津教会。海が見える横から、タタン、世界遺産の一つ
サキツカトリック教会です。あ、すごい綺麗よね、本当に。教会の中はね、あの撮影が禁止だけど、外から見てもこのステンドグラスの色が超可愛いです。こんな感じでちょっと日本っぽさもあって、実はこの中は畳が敷かれていました。なので畳の教会なんて多分日本にここしかないと思います。佐吉資料館港屋、あ、すごい、教会からすぐ海が見えます。あ、すごい、教会のそばはすぐ綺麗な海ですね。あ、すごいいい感じ。何？お、にゃんこ、キャットがいるじゃん。あ、すみません、逃げました。ドゥーン。普通の民家みたいなのに、これも教会なんだね。至る所に教会がありますね。すごい、教会の反対はこんなすごいいい雰囲気の神社もありますね。おはようございます。あ、これに乗る？もう手前の？すごいでかい船。できます。おいたいた。おお、すごい。来た来た来た。あ、すごいすごい。わあ。おお、すげえいっぱいいるじゃん。わあ、すごい。わあ。あ、赤ちゃんイルカみたいな、俺ちっちゃいちっちゃい。あ、かわいい。うわぁ、やばいやばい。え、なんでなんで、すごい。わぁ、なんかさっきね、スタッフの人にお話聞いたらね、マックス120、30匹ぐらいいるって。うん、すごい多いよね。いるか。バイバイ、ありがとうね。お邪魔しました。お邪魔しました。今回乗った船です。むちゃくちゃイルカ楽しかったです。本当に数も多かったし、野生だったんでいろんな姿も見れたのと、あと赤ちゃんのイルカもたくさんいたんで、なんかそういうのもね見れて本当に良かったなと思います。天気も良かったんで、あの船走ってる時はあの風が吹いてて涼しいし、もう見てると興奮するし、ちょっとねライフジャケットが暑かったですけど、でもすごくいい経験になりました。最高。はい、こちら天草海鮮蔵に行きました。ちょっと目的のものがあってね、買いに行きました。行ってみましょう。じゃじゃん。今回の目的はこちら。じゃ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 ん。ウニコロッケ。うん、お、サクサクがすごい。あ、ウニの香りもすごいです。むっちゃクリーミーで、ウニの香り最高。めっちゃうまい。でもすごいウニウニしいコロッケよね、本当に。地元のザ食堂というのところに来ました。飯盛り、行ってみましょう。すごい贅沢、刺身たっぷりです。これ1500円、超お得ね。
ちゃんぽん。天草はちゃんぽんで有名ですね。長崎に近いから長崎のちゃんぽんが伝わってきてるそうです。美味しそう。いや食べました。美味しかった。海鮮丼も美味しかったけど、ちゃんぽんもすごい味が良くて、しかも安くって、すごい意外とこんなにいい味なんだと思っておすすめです。ぜひちっちゃい食堂とかも行ってみてください。いい感じでした。はい、世界遺産の三隅西港に来ました。ここはオランダ人の人が、700メートルぐらいだったかな、の岩壁のところを、整備するだけじゃなくて一つの町として設計してできた場所と言われています。これね、町並みだけじゃなくって、こちらね、すごいすぐ海で、このずっと続く岩壁のところを町として整備していったそうです。詳しいこととかはね、概要欄にこの天草の世界遺産の件いっぱい載せておこうと思いますので、チェックしてください。すごい可愛い蔵みたいな、こっちは洋館が建ってますね。ほんとオランダの建築、長崎のあのオランダ建築とかとそっくりですね。三角カバー、かわいい。行ってみましょう。中の水、海水がどんどん入っていってるね。綺麗。おお、波波。歴史ガイダンス室。わ、ここもすごいおしゃれね。かわいい。浦島屋。昔の雰囲気のお部屋になってたな。伝統したりする場所かな。すごいね。三隅海運倉庫。おー、わー、涼しい。わー、めっちゃ雰囲気いい。テラス席は、あー、いい、気持ちがいいね、風が。天草の旅行、皆さんどうですか？すごいね、年代によっていろんな楽しみ方ができる場所だと思います、ね、綺麗なお店もあれば落ち着いた場所もたくさんあるし、歴史のこともね、たくさん知ることもできる場所もあります。イルカとかね、すごい可愛かったですよね。ああ言ってね、いろんな場所があるのもこの場所の魅力かなと思います。ぜひ皆さんもね、天草来てみてください。ただね、熊本市内の方から来ましたけど、車がねないとちょっと厳しいです。なのでね、車を借りてレンタカーでね、ぜひ回ってみてもらえるといいかなと思います。では今日もご視聴ありがとうございます。じゃあね。